はい、ついに18個の監視カメラなんとかつなぐことができましたね。この部屋にね、昨日言うてるように2つつける言うて、やっと完成しました。それはこのね、おからトイレにこれ、ここにこんな風につけましたね。ここ、まあ、この顔この辺まで見えるように、ね、誰が入ったかを重視見えるカメラ当ててますね。これこういうこと、それでまあ昨日説明したように、ここはまあ線となってきれいに束ねて、ここだけをね映すようにしてます。ここのトイレとね、これでもう一個、まあ、ケージはね各自個別で管理するときにねするんで、あえてカメラはつけてません。それとここね、ここをつけてます。じゃん、こんな風に、これもこの辺ねから映るようにしてます。顔誰か入ったか分かるようにね、ここなんかトイレをしてます。それとこれね、このトイレ出しにくかったんで、ちょっと工夫してこれボルト2本取ったら、バカンと取って後ではめ込む時ボルト2本で止まるようにしてます。このねずれてくるからね、ここにビスもんでます。まあ、これでこんな感じ。それと例の後のミケちゃんの部屋のカメラとか、ベランダね、ここのベランダとそのカメラがこれで見えるかな。これ今これちょっと見えるかな、見にくいね今これ現実これちょっと見にくいね、こう横にした方がいいかな、こんな感じ。なんぼとか見えない、10とか11とか47とか2とかギリギリちょっと切れそうな感じやね。今も0、あ、0なんてことね、たまに0となって途切れる時あります。これしてもうちょっとね、電波の強いようにねちょっと工夫します。こっちはねちょっと止まったりするから。はい、それで右ちゃんの部屋はこれ、するかな、会議室に変えてんけどね、会議室じゃないけど、ちょっとこの部屋が電波悪いかもわからんね。ちょっとくるくる回ってんね、やっぱり。ここはね結構電波は強いんですよ。入り出したらね、入ったら強いんやけど、入るまではちょっと開くまでがねちょっといかないんですよ。まあちょっと止めてから、あれでちょっと説明し持っていこうかな。ね、あ、もう入ったかな。はい、入りましたね。これでもこれ200とかいってるから、まあ大丈夫やね。これは、あ、動いてもらったね。これをちょっと、こういうふうにね、下向けたら、まだ動くかね。ちょっと時間があるんですよね、これで。こんな感じね、右ちゃんの部屋。それではモニターね、下行って見てもらいます。はい、それではモニターちょっと映かな、映らない。はい、こんな感じで見えるかな。これがね、今ちょっとチェックしてくる、これが外のベランダのねトイレ。これでもう一個が追加したのが、どれだったかな、これね、これがおからのトイレね、レオちゃんの部屋のね。こんだけ見えたらちょっとよう分かると思います。これでね、これ再生ね、ポンさんも勘違いしてないけど、これ全部できるんですよ。これチェックを外したらいいんですよ。これチェックを外して5番やったら5番だけど、検索したら5番ばっかり出るんですよ。これほら、ほんでこれを外して、これ5番ね、今何分前にこの足入ったら全部チェックを、何分前とかね、これやったらこうなしてね、全部5万ばっかり開くんですよ。でこの2番開いたかったら、これを検索ってしたら2番ばっかり、これ2番ばっかり入ったの全部映ります。誰が入ったか、
これ人事1時20これ時間をねやったらこれ全部ずっといったら入ってる子が全部わかります。これしてね、時間的に21時40分とか30分これでね、こなしチェックできます。だから全部あの分かるということです。はい、これ完璧やちゃうかな。1番長のもこなして2番消して検索したら今まで入ってたね時間帯のこれ全部出てきます。誰が入ったかね、こなしてほらもうこれ19分これ入ってるシーンやね、分かるかな。ちょっとの動きあったらね、これ録画するからね。あ、これあのドンってやってるからかな。これでチェックしていくんですよ。誰がトイレあれしたかね。ここのトイレだけはちょっとね、あの上の天板がね、やっぱりちょっと乗ったりした時にずれ落ちるんちゃうかな。2Cのやつね、これ。これだけちょっとね、変えなあかんかもわからんね。頻繁にあの動いてるから。あ、今動いたね。動いたらダメなんですよ、これ。まあなんかちょっと変えますね、これ2番ここだけはちょっとね具合悪いね、運気ね。はい、こんな感じね、以上です。はい、次は家のね、このこっちの監視カメラすべてこっち8個計、あっちも18個やから計ここだけで16個かな。それに2つベランダの入れて18個です。こんな風にね、全部、1ヶ月間これ録画されてるからね、誰か不審者来たかって一発でね、わかるんですよ。アップ拡大までしてね。だからこれ、今まで来た人、全部、不審な人も、映って、写真撮影してるからね、録画してるから、保存で、ね。まあ、何かあった時は、ね、こういう、録画で、機能ずっとついてるから。うん。それでこれね、昨日言ってたこれライブね、どうやったかな、これがこれをねやっ、まあこういう風にカメラがほらこっちにこっちのやつがこっちに出るようにしてくれたんですよ。これをまあ言うたらどうやったかな、これね、これを出してこれを出して、これとかな、これを出したら、これを出したらこっちにも、こう出してね。これもこれライブ配信するだけなんです、配信って。これエクスプローラーやったかな。だからもう企画が終わるようなこと言ってたけどね、クロームに変え、これはエクスプローラーやから、なんかこの企画、これはもう終わるようなこと言ってましたね。次、エクスプローラーじゃなくて、クロームでこれをなんか何回言ってましたけどね。これでもだから何だかな、ミータイのここでチェックする、4つにして、で4つにしてこれを1やったかな、じゃあミータイのこれ全部消して1578で88、これまあ部屋各部屋のねモニター、これをこっちでやったらこれを配信することもできるし、1個も言うこともできるいうことです。ね。こんな感じで、これからね、24時間配信もね、こなしてこういう画面で配信したりもね、いろいろしていきます。はい、以上です。ありがとうございます。